今日は早めの起床、朝起きるとだいたいボケているのでよく壁にぶつかる。とりあえず何か食料が必要だ。あった、バナナじゃないか。バナナ。爪楊枝で書くと酸化して黒くなるんだよな。 Hello。 とりあえず朝起きたら、まあ、眠いんですけど、1時間ほど作業します。 Let's go。はい、という感じで作業はね、終わらなかったんですけれども1時間ちょっとやりました。で、これから今日朝ね、打ち合わせがあるんでヨーグルトを食べて打ち合わせに行こうと思います。スプーン小さすぎた。ではね、頑張って打ち合わせに行ってこようと思います。はい、ちょっとね、サンドイッチとコーヒー飲んで作業をして、スケボーに向かおうと思います。こちらクレムクラブクレマクラブ。最近ホットサンド追加しました。ネパールの浅煎りコーヒー豆ですね。クレマクラブの告知2点あります。1点目はなんと9月23日大阪の泉南ロングビーチでイベントを開催します。クレマクラブのライダーが全員集合してデモやったりするんで、ぜひ近くの方参加してください。詳細はインスタで更新します。2点目はクレマクラブで開催するイベントです。9月30から1日まで、ネパールのスケートエイドプロジェクトの発表会をします。ネパールから数人呼んで報告会や今後の新しいプロジェクト、図書館を作るんですけれども、その報告会をします。ぜひ遊びに来てください。はい、これからね、たっくんと合流して軽くストリート滑りに行きます。浅草ら辺に行きます。では行きましょう。はい、到着しました。たっくんはどこにいるんでしょうか。たっくんがいないですね。あ、いました。ハロー。あ、スタッフやめた。はい、フラットスポットに到着しました。ここでね、ウォーミングアップをしようと思います。皆さんに問題です。マンホールはなぜ丸いか分かりますか。いらっしゃい。回答は後ほど。あ、開けるときに多分回すために。惜しい。はい、答えは唯一丸という形だけ、絶対に蓋が下に落ちないからです。安全面を配慮した結果丸になったということですね。
アクション。ちょっとね、別日に話してます。なんかこの動画の1日の間に適当に今僕が思っていることとか話そうかなと思ったんですけれども、意外とね、1日を過ごしている時はあんまり言いたいこと思いつかなかったりしたんで、別日にということにしました。まあ多分ね、この音声はね、スケボーのセッションの間に入れたりすると思います。まあ、僕のね、インスタとか YouTube を見てる方はよくね、僕は今何してるか分かってる人も多いと思うんですけれども、なんか、ね、何を悩んでるかっていうと、なんかしたいことが多すぎるっていう点ですね。まあ、時間とね、お金が無限にあればね、したいことはできるんですけれども、まあそういう時間とかお金はね、有限なんで、できることは選ばなければならない。で、僕ってこうなんか旅行行きたかったら旅行行くとか、なんかカフェしたかったらカフェするとか、そういう感じでポンポンポンって感じなんで、もう何でもやっちゃうんですよ、すぐに。で、それはまあ僕的にはまあいい意味でもあるんですけども、なんかやっぱその管理ができないというか、手を出しすぎてどこに本気を注げればいいか分からなくなっちゃったみたいな状況が今あります。だから今僕のね、主な活動はまずは昔からずっとやってる YouTube、まあ、インスタ、TikTok、SNS の更新で、もう一つが僕の大阪の友達とやってる株式会社グルーフィーっていう、この会社ではね、ライダーズゲームっていうアカウントを運営してたり、でもう一つ僕のライトピアっていう会社があって、ここはこれもスケボーのね、事業なんですけれども、このライトピアは、まあ、スケーターをこうマネジメントして、広告制作とかで映像とか、あとグラフィック作ったり、あとはまあそのスケボー業界に参入したい人のかとか会社をコンサルで、スケボー関係の事業です。あとこのクレマクラブですね。クレマクラブはカフェ兼アパレルで、まあ、アパレルを作ったり、あとカフェをね、こう毎日営業して運営していくとか、まあ、それはねバイトが 4,5 人いるんで、そのバイトで回したりしてるんですけれども、いろんなことにちょっと手を出しすぎて、時間を分散しすぎて注力するところが分からなくなってるんじゃないかっていう下君の悩みですね。マジ絶対滑らんねえこれ。ああ、なんで滑んの。僕さっき5回やって滑らなかったのに、なんかタックがやったら滑ってました。これ滑らないって。ちょっと滑った。家賃があって、人件費があってとかで、じゃあその分やばい、なんか他の事業で回収しなあかんとか考えると、なんかそのそういうなんかね、支出を出ていくお金をカバーするためになんかやらなあかんことを考え出すと、もうなんかね、頭の中がくるくるパーって感じで、追いつかないわけですよ。だから本当はね、もうなんかそのお金があればね、アパレル作る専門の人を雇って、カフェのねところを運営してくれる専門の人を雇って、人がねいたらこう分散してできるんですけれども、まあ、自分でやるしかないっていう状況で、まあ、それがすごいね、体力もねしんどいというかね、その中でね、やっぱ業績が良くないと潰れていっちゃうんで、どうやってこう今後成功させるかみたいなことを考えまくると、もうね、時間もね、考えもね、キャパシティもねないんで、もうパンクしますって感じの状況になったりたまにします。でもね、まあ、自分で始めたことでありますし、あとまあスケボー全部変わってるってことで、やっぱね、その自分がこれまで日本にスケボーを広めたいっていうその目標の事業で向かってると思うので、そこでね、モチベーションはね、めちゃくちゃ高いんですよ。こう回転寿司がこう回ってきて、全部食わなあかんねんけど、めっちゃボボボボボボってきて、やべ、もう食えない、もう食えない、食えないみたいな状況なんですね。こううまくアパレルを作れる人が欲しかったり、あとこうライトピアとかでね、営業とかプロデューサーがね欲しかったりいろんなするんですけども、現状ではね、まあ無理なんで、まあ今そういう状況でね、一体これはどうすればいいのかっていう解決策が分かんないんで、適当にね、動画で話したりしてみました。多分ね、こんなこと聞いてもね、知らんわって人もほとんどだと思うんで、ストリート映像に戻りましょう。ここがね、赤バンと言われる、ひたすら赤の路面が続くバンクスポットです。軽く滑ります。
こういうね、バンクのスポットって簡単そうに見えて、実はね、意外とね、こういう入り口のね、あ、路面が悪かったりね、バンクの角度がね、結構いびつだったりして、意外と難しいんですよ、こういうストリートスポットは。はい、太陽も落ちたのでセッションはズルズル終了です、帰りましょう。たっくんは東京に引っ越して何年目になるんですか？7年ぐらい、6年ぐらい。最初に東京来た時と比べて、なんかスケボー生活は変わりましたか？スケボーに対しての気持ちはあんま変わってないけど、まあでもなんか前はバイトとかしながらスケボーしてたけど、高校卒業したタイミングとかは派遣とかやってたもんな。そう、派遣でバイトとかよくやってた ね。まあでも東京はなんか昔さ、朝バリさ早くとかやってたもんな。遊びに行った後、まっすぐそのまんま遊びに、あのバイト行ったりとか。朝帰りで派遣やろ。今はもうバイトしてないって、仕事してなくて、まあスケボーを仕事として今できてます。まあでもそれも最近だけどね。スケボーをよりできる環境になったと。そうですね、はい。でもね、東京に来るといろんなね、誘惑があったり、なんかあるから、そのスケボーに対しての気持ちをちゃんと変わらないように、毎日とりあえずスケボーを、結構なんかさ、道外れちゃう人もいるもん。そう、バイトがあったとしてもスケボーはちゃんとやり続けたりとか、気持ちをちゃんと初心の頃を忘れないような気持ちで、まあ毎日やってれば、まあなんとかできるんじゃない。まあ最悪スケボーできなくなったとしても、やっぱスケボーにかかってれば、なんか今って最近ブランドを自分で始める人とか多いじゃないですか、まあ、そういう道に考えるようになったりとか、まあいろんな道があるもん。そう、なんか自分でビジネスをちゃんと考えて自分でやろうとする力がちょっとね、身につく可能性はあると思います。まあ当初なんか予定していたさ、プランとはまた別のプランになるかもしれんけど、軸があってればその軸内で違うプランに変更はできるからな。まあ、そこでね、自分のためにね、ちゃんとなる話をしっかり聞いてればうまくいきます。はい、はい、たっくんがトイレ行くそうです。はーい、これも毎日欠かさず忘れないようなルート。これやっぱ重要なポイント。そうだね。バイバイ。連絡してる。 OK。 はい、これからね、帰るんですけれども、編集とか他の作業がまあまあ詰まってるんで、ちょっとカフェとか行って作業してから帰ろうと思います。はい、無事家着きました。着いたんですけれども、今の時刻が21時54分、ほぼ10時なんで、パパッともう超ダッシュで晩ご飯食べて作業に戻ります。でね、いつもはね、晩ご飯おしゃれに撮影して頑張っていろんなの作るんですけれども、本当に時間ないんで、15分で作って食べようと思います。ではレッツゴー。先週作ったやつ冷凍してたんで、ラザニアを食べます。ファイル。冷蔵庫にじゃがいもだけありました。おー、わたOh yeah。 完成、いただきます。あららら、ら意外とうまそうにできちゃったわ。そしてなぜか家にあったクレマクラブのコップ、これは炭酸水よ。うん、作業の一番下は、そう、眠いという感じで、時刻はちょうど1時になりました。もうね、ちょっと作業終わってないんですけれども、眠いんで明日やります。という感じで、まあ今日のね、1日の動画はこの辺で
終わりにしようと思います。てか、まあ寝るんで終わりです。まあ、今回の動画はね、最近の僕の生活のアップデートとか、僕のね、まあ、緩いというか僕の日常を緩く紹介する動画を作ってみました。まあ、たまにはね、こういう僕の日常のアップデートみたいな動画を作ろうと思います。まあ、もしよければ高評価、コメントと、あと登録お願いします。で、僕オンラインサロンもねやってるんで、ぜひそれもねチェックしてみてください。では皆さん、また次の動画で会いましょう。 Bye.